それでは微積分2の第5回の授業を始めます。まず前回のまとめです。前回は第 4.2 節の偏微分と全微分でその高次変動関数の話をしました。それから第 4.3 節のテイラーの定理ということでその二変数関数のテイラーの定理について説明をしました。で今回はそのテイラーの定理の続きの内容としてその極値の話をしたいと思います。でその前にですね、そのテイラーの定理なんですけど、前回の授業の補足を少ししておきます。これから出すスライドはですね、ちょっと急いで付け加えたので、皆さんのマナバに配布されている資料にまだ含まれていませんけれども、後で付け加えておきます。で、前回の内容を復習しますと、その二変数関数におけるテイラーの定理とはこういう形で書かれておりました。D を R2 の領域としまして、fxy っていう関数は D で、C の M 級ですね。M 回連微分可能で、変微分可能で連続であるという関数とします。そして、あと、AB っていう点をこの D 内の点として、それから H と K っていうのは実数とするんですけども、でこれが、その、まあ、0以上1以下の T に対して、まあ、こういう点がですね、D に含まれると、すなわち、この AB とそれから A プラス TH、B プラス TK という2点を結ぶ線分数が全て D に含まれるという仮定をしておきます。で、この時にある0と1の間の実数 θ が存在して、この A プラス H と B プラス K、だから AB から H と K だけ離れたところでの F の関数 F ですね。関数 F っていうのはこのような形でこう展開されるというのが、まあ、テイラーの定理でありました。で、ここでその今回の補足は主に用語の補足、ことなんですけれども、この今、理工学院で行われている微積分はですね、そのクラスによって使っている教科書が異なります。で、この今このクラスで使っている明解微分積分では出てきていない言葉がですね、いくつか別のクラスの使っている教科書で使われておりまして、で、期末試験などは統一して、問題を出しますので、その際にこの言葉はこっちの授業に出てこなかったということがないように一応ちょっと補足をしておきます。でまず、この式ですね、このテイラー展開、テイラーの定理のこの式において、その A と B が00になったとき、原点のときですね、この原点における展開をマクローリン展開とも言うということですね。で、このマクローリンって言葉は、一変数のテイラーの定理をこの本で勉強したときに、この本でもマクローリンの定理という名前が出ておりました。ですので、マクローリン展開と呼ばれたら、戸惑わずに、あ、これはその F 原点における展開なんだということを思い出してください。で、次に、この展開のですね、次数っていう言葉を使っている教科書もあります。で、この展開の次数っていう言葉は何かというと、この部分ですね、この場合は0から m-1g ですね、この変動関数が m-1回までのところの展開の部分を、この場合は m-1 ですけども、これを展開の次数とも言います。で、もしその問題でですね、有限マクローリン展開を3次の項まで展開せよって言われたら、これがどういうことを意味しているかというと、この式だと m イコール4までの展開を求めてくださいねという意味ですね。ですので、この、上の部分のこの和の記号で表せているこの展開の部分が、この J が0から3までのところを求めなさいということを意味しています。ですので、必然的にここは M は4ということになりますね。そういう展開を求めなさいということを言われているというふうに思って問題を解いてください。で、あと、乗与項という言葉もありまして、これは一変数のテイラーの定理の時には、この明解微分積分でも使ってたんですが、この M 字の項ですね、この A プラス θ1 とか B プラス θk における F の値が入ったこの項のことを乗与項とも言います。で、まあ、そういう言葉がもしかするとその統一の期末試験に現れるかもしれませんので、まあ今のように理解して解くということをしてください。あと、細かい話なんですけども、テイラーっていう綴りもですね、いろいろありまして、例えば僕の授業ではこれローマ字で書いてますけれども、明解微分積分ではテイラーっていうふうにカタカナで書いてまして、で、別の学理で使っている別の教科書ではテイラーっていうふうに書かれて、いうものもあります。ですので、まあ、この名前についてもこれ全部、これは同じ意味を表しますので、まあ、そのつもりで問題を解いてください。ということで、一応、まあ、今後何かあった場合の補足事項ですね、主に用語の補足をしておきました。よろしいでしょうか。
はい、それでは今日ここからですね、極地の話に入りたいと思うんですが、まずその極地では何をするのかっていうと、まあ、端的に言えば極地の判定です。判定というのはどういうことかっていうとですね、一応ちょっと問題設定をしておきます。D を R2 の領域として、それから FXY っていうのはこの D で、まあ、C に Q としておきます。すなわち2回変微分できて、その変動関数が連続であるということにしておきます。そして、AB っていう点をこの D の点としておきます。で、ここで考える問題は次のもので、この F がですね、この AB っていう点で極地、すなわち、極大値または極小値を取るかという問題ですね。で、もちろんこれ、ここには書かなかった、表には書かなかったですけども、もし極地を取るならば、その値も求めなさいということも含めてですね、ここでは考えるのは、その極地の判定問題と呼ばれるものです。ですかね。はい。で、今日のその説明の流れをまず紹介しておきましょう。まず、その極地って言ったときに、その極地は何だったかっていうのを思い出しますので、1変数関数でも極地の話が出ました。ですので、まずその1変数関数の極地と、その判定の仕方について復習をしておきます。で、まあ、それに引き継いで、その2変数関数の極地の定義を述べておきます。で、次はですね、この前回のテイラーの定義を使うんですけれども、ここでその先週、前回やりましたこの二次近似を使うというわけですね。で、その二次近似と一緒に使われるのが、その実対称行列と二変数の二次形式と呼ばれる式ですので、まあ、これは新しい道具なんですが、ここで説明しておきます。で以上の道具などを踏まえて、まあ、二変数関数の極地判定を行うという流れになります。まずこれを押さえておいてください。でしょうか。それではまず1変数関数の極地について復習をしておきたいと思います。これすみません、明解微分積分の教科書でちょっと定義何ページにあったかというのはちょっとここには記録しなかったので、必要な人はまたこの授業終わってから教科書などで見てください。まず1変数関数の極大値の定義なんですけれども、まあ、fx を、まあ、実数から実数への関数として、まあ、a を実数のある点とします。で、この時に、その y イコール f、関数 y イコール fx が x イコール a において極大値を取るというのはどういうことを言ってたかっていうと、まあ、ある実数イプシロンが存在して、この a マイナスイプシロンと a プラスイプシロンの間のこの回復間の任意の点に対して、この fx は fa と等しいか、それより小さくなるということを言ってるわけです。ちょっとこれ、僕の昔の講義ノートから、すみません、手書きの、ちょっと大雑把な図なんですが、ここに持ってきました。まあ、こんなふうに、その A を中心にして、まあ、上と下が大きい方と小さい方にそれぞれイプシロン分の、まあ、回復感を考えて、ここで、その FX2 の点で FX はこの FA を、まあ、超えることはないということを言ってるというのが、この極大値の定義でした。で、まあ、これを踏まえてですね、その二変数関数のその極地を定義します。教科書は、ですと147ページにありますが、まあ、大体言ってることは二変数とほぼ同じなんですが、その集合とかですね、区間が集合になったりとか、その辺がこう二変数になってますので注意してください。ここではその D を、まあ、R2 の領域として、FXI は D から実数値を取る関数とします。そして、AB を D の点とします。まあ、こんな感じですね。で、この時に、FXY が AB において極大値を取るとは、ある、正のイプシロン、正の実数イプシロンが存在して、この AB のイプシロン近傍ですね。イプシロン近傍の定義は皆さん大丈夫でしょうか。もし忘れた人はここで復習しておいてください。AB を中心にして、その半径がイプシロン未満のこういう、円内の領域ですね。この領域でかつ、この D の中に、内部にあるような部分ですね。で、そこの、任意の点において、この fxy は、AB における f の値を超えることはないと。まあ、等しいかそれより小さいと。いうのが、この二変数関数の最大極大値の定義です。で、極小値の定義は、これとまあ、同様に行われまして、まあ、ここの、不等号がですね、反対になると、これは極小値の定義ということになります。まず、これを、二変数関数の極大値の定義を押さえておきましょう。さて、じゃ次にですね、その極地を取るための、
必要条件っていうのがありましたので、まずこの1変数のところから復習しておきます。で、これはですね、一応類似の定理がですね、この教科書ですと、52ページの定理 2.8 っていうところにありますが、まあ、そこから、それと類似の定理を書きますと、その fx が、fx イコール a で微分可能で、かつ、その f は x イコール a において極値を取るならば、その a における f の同関数の値は0に等しいと。まあ、そういう定理でした。ですので、まあ、これは必要条件になっているところに注意してください。と逆は必ずしも成り立つとは限らないわけですね。あくまでも、f が x イコール a において極値を取るならば、そこでの同関数の値は0であるということを言っております。で、まあ、これと類似のことがですね、二変数関数の、極値についても、言えます。それは、一変数の先ほどの定理を使って、示すことができますので、まずそれをちょっと押さえておきましょう。これは、教科書ですと、147ページの定理 4.13 のところに載っています。一応読みましょう。これは、fxy っていう関数は、D の、領域 D の点 AB において、変微分可能で、かつ、この AB において極値を取るならば、この AB における X の変微分係数、それから Y による変微分係数は、どちらも0に等しいですよということを言っています。で、先ほども注意したように、逆は必ずしも成り立たない点に注意してください。で、まあ、その証明なんですけれども、一応紹介しますと、この前のスライドで説明した1変数の極値の必要条件をそのまま使うことができます。まず、この fxy なんですけど、y に b を代入して、fxb っていう関数をラージ f と置きます。そうすると、これは、y は定数になっているので、これは x に関する1変数関数と思うことができるわけですね。そうすると、この1変数関数 fx は、この x イコール a において極値を取るので、先ほどの1変数関数の極値の必要条件から、この f のラージ f の a における微分係数は0に等しいんですね。で、これっていうのは実はこの ab におけるこの元の f の x による変微分係数に等しいということなので、こういうことになります。で、同じことが今度はその x にですね、a を代入した、で、y に関する関数というふうにこう置いた場合にも同じように成り立つということで証明できますので、確認しておいてください。はい。そうしますとですね、この、ま、今の定理 4.13 から、その fxy がですね、ab において全微分可能である場合、まあ、そうすると全微分可能であることは、すなわち変微分可能とも言えるんですけれども、まあ、この時に、この、x の変微分係数、それから y による変微分係数、両方とも0に等しいならば、この ab っていう点が、極値を与える点の候補となるということがわかります。で、ここでちょっと一言加えておくと、教科書に載ってない言葉なんですが、このような点をですね、停留点とも言います。英語ですと、ステーショナリーポイントって言いまして、まあ、ステーショナリーって止まるっていう意味なので、停留点とも言います。で、もしかすると、他の教科書や、あるいは試験で、こういう教科書、言葉が出るかもしれませんが、驚かないでください。停留点と出てたら、この、x の変微分係数、y の変微分係数、どちらも0になる点を指します。